今回このビデオでは赤い筋肉と白い筋肉についてお話しします。オリンピックレベルの選手の場合、スプリンターは白い筋肉、マラソン選手は赤い筋肉が多いという研究結果があります。さらに分かっていることですが、同じ筋肉の中でも白と赤の割合が遺伝的に決まっているということです。ということは、スプリンターで成功するタイプか、マラソン選手のように赤い筋肉が多いタイプなのか、またオールマイティでその中間なのかということがある程度遺伝で決まっているということが分かると思います。特にスプリンターのタイプはトレーニングで増やしていくことが難しいということが言われています。マラソン型のタイプの方は時間をかけていけばある程度は可能ではないかという研究データもありますが、白い筋肉はなかなかこれが難しいということで、かなり遺伝的な素質が左右されると考えられます。日本ではこの割合を調べることが今まで禁止されていましたが、最近遺伝子を調べる遺伝子ツールとして口の粘膜を簡単に取って、それを研究所に送ってデータをもらうことが可能です。弊社ではそのフィジカル遺伝子サービスという、この白い筋肉と赤い筋肉の割合を調べるサービスが有料で行っています。説明文の方にそのフィジカル遺伝子サービスの方の説明を載せているページがクリックできますので、ぜひご覧ください。遠方の方でもスカイプや電話でカウンセリングの結果を私の方でお伝えすることができるので、遠方の方でもぜひこちらのページをご覧ください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。